が冷えてる時には形くるみのようになる。硬くて指でつまんで遊ぶこともできなくて、たまたまにお湯かければ戻るのを僕は知ってた。ぶっかけたお湯熱すぎ飛び上がった玉袋、ひなり川を火傷した竿が触れる。とげきつった竿と竿との間には水で濡らしたティッシュ貼る。火傷治ってくれるなら僕は濡れティッシュ貼る。けど部分が可能した薬塗ったらばかしみる。玉が痛みで縮こまり再びくるみになる。玉と竿の間には今日も冷たい濡れティッシュ。毎日ティッシュを捨てるからゴミ箱が痛くしたい。